喋っていない。武田さん、タイムサービスは7時過ぎよ。重要な情報だ。お年玉でポケモン買うんだぜ。私じゃない。来月の先方との取引で株価が。超魔獣座。GDP 見込みはどうなのかしらね。金融危機から脱したとはいえ、世界情勢はまだ不安が多いのだけれど、難しくてよくわからない。してたんだ。危ない。太郎を心配してるんだ。心配だ。心配ダーマンだ。
ーダーマン。散歩は危険です。お金はあるが、生きてる。両親ともに健在です。許す。事情だ。聞きたい？じゃあ、いつか話す時もあるかもしれない。そんなことより、ゲンナジーの面談は絶品だ。
ない。ブルース、1、中庭で寝ない。小太郎が寝ると私が困る。起こしづらい。そうか、けど遅刻はいけない。外すと眩しい。欲しい。その約束守ってくれるなら、小太郎なら見せてもいいかと思う。
中？はいはいはい。はい、じゃあ二人ともごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。はい、解決。風景だよ。見たい？違うわよ。これはただのヘルプ。美術部でサンプルがいるとかでね。あら、なに、しずるちゃん。理由つけて歩き回りたかっただけ。頼まれたら嫌って言えないものね。別にそれほど必要ないのに無理に引き受けてたとかはないのよ。でね、結構重いのこれ。困ったわ。いつもお手伝いしてくれるしずるちゃんがこんな状態じゃ。困ったわ。男の子の手なんかあると助かるんだけど。あら、さすが天王寺くんはいい男っぷりね。それなら私の手伝いで遅れたって言えばいいわよ。ちゃんと後で私から言っておくから。じゃあ、はいはい。じゃあ準備室までゴー。担任の先生に愚心しておくから内心ちょっと稼げちゃったり。しずるちゃんが手伝いたいって言うんだから何か渡してあげたらいいんじゃないかしら。うむ。はい、こんにちは。ええ、今度暇そうな時に捕まえてちょうだい。違うわよ。まさに寸印を惜しむべし。宿題でしょ？意味は自分で調べなさい。聞かなかったことにするわね。そう？一年のみんなに人気がある。国語はいい言葉を教えるわね。天
宮司君はやったわよね。少しの時間でも惜しんで大切にしなければならない。点取りのためだけじゃなくて、ちょっと言葉の意味も考えてほしいわね。ふん、時間は大切よ。天の寺君は青春中ね。小太郎は時間を大事にしてないのか。今はそれでいいんじゃないかしら。よくわからん。わからないなら考えましょう。教えるのは担当教科だけよ。あとはただのサービス。キャー、悩んでるしずるちゃんも可愛いわ。天の内くん、羨ましい？天の内くんもする？ラブラブ？まさに水印を惜しむべし、ね、違うわよ。あら、鳴っちゃった。あ、そんなに急いでもしょうがないわよ。そうなんだけど、そうじゃない時もあると思うの。急がば回れって言葉もあるのよ。しずちゃんは来てないね。急いでおくれよ。約束があるらしい。あの子とは違う。本来の担当が帰ったから、さっきの子が手伝ってくれると。私が言われた仕事だ。いい、大丈夫。
だが、私が担当した仕事だから。用事なら仕方ない。小太郎も用事がある。手伝い。ほう。ほう。小太郎は物知りだ。いけない。何か必要なら呼んでほしい。二人ならネタ探しと言って出て行ったわよ。ええ、頑張って。後輩の女の子にかまってこちらの活動がおろそかになっているような輩に言われたくないわ。少し遅れるという話だったが。変身するの？そりゃ大変だね。よくわからないが気をつけてな。用事があるらしい。よくはない。断る？頼まれたからやらないといけない。どうした、小太郎？私のせいで小太郎が怒ってるなら、放課後は部室で待っててほしい。ちょっと遅れるけど絶対に行くから。一人より二人。
らないと歌えない。つらりらお礼ならあっちにも。一応手伝い。こっちも終わったから気にしないでいい。戻らないでいいの。別に大丈夫だ。いやいや。恥ずかしくない。どこに出しても恥ずかしくない。こんにちは。はい、こんにちは。せっかくわざわざ来たってとこにツッコミ入れてほしいんじゃないです？なんだっけ。違う、こないだの歌。
しずちゃん、よく今のでわかるね。え？小太郎さん、歌下手。わからないから聞きに来た。やっぱり？うまいとは思えませんね。小太郎くん、今のでわかる人いないと思う。わかりません。あるけど名前が出てこない。はい、何ですかそれは。知りません。それはそうですけど。わかるわよ。こんにちは、西九条先生。はい、こんにちは。こんにちは。選曲万来ね。もういいじゃない。え、うぅふふ。さっきの、これでしょ。全然覚えてないや。そもそも知りませんね。私の頃はこっち系の女の子みんな聞いてたのよ。懐かしいわ。微妙に傷つくわ、それ。聞けるのか。ポチッと一発、明後日には届いちゃうわよ。便利よね。そうなの？あら、じゃあ私無駄ぼん？そうそう、そんなことないです。教えてくれてありがとうございました。頼られるって素敵。じゃあ困った時にはいつでも先生呼んでちょうだいね。あとしずるちゃん、天王寺くんのとこに遊びに来るのはいいけど、もう遅刻しちゃうわよ。しずるちゃんに嫌われちゃった。しょぼり。あららら、そうそうそうね。じゃあね。たらっ。噂じゃ、うちの担任さんと人気を二分してるみたいね。他のことは気にしちゃダメ。し、いわく、彼女は照れておる。しずちゃんは
を言うのも十分恥ずかしいお年頃ってことさね。で、結局何だったんですか？答えてくれてもいいじゃないですか。小太郎、小太郎、授業中寝てた。でも寝てた。風紀を乱す行為です。あれだ、その、しずちゃん、緊張してるときは手にのの字書いて飲み込む。太郎、あれで、それで、お買い物に一緒に行ってほしい。し、いわく、彼女は恥ずかしがっておる。しずちゃんから普通にああいう誘い来たことってある？追いかけるべきです。こっちはなんとかしとくわ。若いもんにゃついてけませんよ、あたしゃ。中古屋。うん。聞きたいから。こっちにもあった。これじゃないのか。
間2個20円足して3個お金無駄遣いはできない。6月18日、はあ、小太郎は大人だ。ありがとう。ん？もう。え？ありがとう。うん、素敵なことだ。